えー、日本だっけ、ね、ライドシェア禁止なのはなぜなのか。2024年の運転手の人手不足が下がれる中、80歳の個人タクシーが解禁されました。個人的には車を持っても学数にも高いし、税金も増税メガネに取られるし、車検を通してもビッグモーターに変えされたり様々なリスクがあるので、都市部に住む分にはクレアを持つよりライドシェアを使えばコストがいようになります。ウーバータクシーが日本で解禁されないのはタクシー業界の利権絡みですかまあタクシー業界の利権絡みもあるし、システムを変えるということを、 やる気にならないっていうことなんですよね。タクシーを運転する場合は、まず二種免許っていうのを取らなきゃいけないんですよ。で、二種免許って結構レベルが高くて、あの、なかなかこう、取れない人もいるんですけど、で、二種免許を取れてる運転能力の高い人が、タクシーという形で人を乗せることが許されるということなので、なので、その、安全が確保されるよねっていうシステムがありますと。で、ただ、二種免許なくても人乗せてる仕事って結構あるんですよ。 例えばあの、引っ越し屋さんって人乗せられるんですよ。だから引っ越しのトラックとかって、トラックのうんちゃんが運転してて、で、そこの引っ越しの時に横にあの、引っ越しの、その乗る、あの、引っ越しする人も一緒に乗ったりするじゃないですか。あれって人を乗せてお金を取る行為で、で、実は人を乗せてお金を取る行為っていうのは、日誌を持ってなくても、実はあるんですよ。やってるんですよ。引っ越し屋さんが事故って、なんか人死にましたって話聞いたことないでしょ。 まあ一定の割合では多分事故は起きてるんだよね。まあまあ、あのタクシーだろうと、引っ越し屋さんだろうと、あの自家用車だろうと、一定の割合で事故が起きるんだけど、優位に事故が多いのかっていうと別にそうでもないのよね。ねタクシーも、じゃあ、めちゃくちゃ事故少ないのかっていうと、そうでもなくて、普通にタクシーも事故ってんだよ。で、まあ、人は集中して、ちゃんと運転してるときはそんなに事故は起きないんだけど、その不注意だったり、ぼーっとしてるっていうときに事故起きるんですよ。 で、じゃあ、能力値で事故が起きないんだったら、ある程度能力が高い人は、事故率が下がったままのはずなんですけど、あの、残念ながら、えっ、ー、と、まず、まあ、10代と20代の男性は、事故率めちゃくちゃ高いです。で、これは、あの、早い車に乗りたいとか、アクセル踏みたがるとかっていう、頭のおかしな若い子が多いからなんだけど、これ置いときましょうと。で、30、40ぐらいからだんだん事故減ってって、で、50とか60ぐらいまで事故減るんですけど、70代から事故増やしんですよ。 で80代になるとまた事故超増えるんですよ。で、なんでかっていうと、人間の認知能力が下がるからなんですよ。で、要はその、いくら運転技術の能力が上がってたとしても、認知能力自体が下がってしまうので、そ見えてたら避けられるんだけど、見えてないんですよ。要は、あの、こっからこうなんか自転車が入ってるっていうのが、分かってたら避ける技術はあるんだけど、分かってないからぶつかっちゃうみたいな。 で、あと、体が思った通り動かないっていうのがあって、ブレーキを踏んだんだ、俺はって言いながら、アクセルを思いっきり踏んでたりするんですよ。 っていうので、その,あの、でも俺はこれは勝手に加速したんだって言って、トヨタを訴えて、トヨタにいやいやアクセル踏んだデータありますよって言われて、裁判で負けるみたいなのもあったりするんですけど、っていうのがあって、なのでその、二種免許を持ってるっていうのと、安全っていうのは実は無関係なんですよ。むしろ、年齢が上がることによって認知能力が下がるっていうのが、事故率が下がるんですよね。もう高齢者の人たちがタクシーを運転するっていうのは、いかがなもののかっていうのは、事故率が高い人に運転させるのと一緒じゃんって話なので、そうするとじゃあ別に二種 免許なくたっていいいんじゃないの普通にそのトラックとかで人乗せて運転してるんだから、じゃあそれでいいじゃんっていうので、で、まあ、あの、アメリカとか、まあ、フランスとかも、その、ウーバーだとかあったり、リフトだったりとか、グラブだったりっていう、その、ライドシェアアプリっていうのがあって、まあ、一般の人が普通に自分の車でお客さん乗せてやりますってのがますけど、で、これがなんで流行るかっていうと、タクシー会社って、タクシー専用の車を買って維持しなきゃいけないんですよ。 タクシー会社ってタクシーという車を専用の車を買ってきて、で、それのメンテナンスをして、で、それが、ま、あの、10年、20年とかで、こう、なんか、却してっていうのをやらなきゃいけないんですけど、で、そうするとタクシー会社としては、その車が、ちゃんとその車代も含めてお金もらわないと割に合わないんですけど、自家用車の人って、別になんか、自家用車にじゃあ30分誰か乗せましたって言って、それで減価償却がどうこうってないじゃないですか。なので、自分の車で運転するから、その、 車の減価消却代まで意識しなくていいので、別に暇な時間に30分ちょっと運転しただけで1500円もらえるんだったら全然いいよ、みたいな感じで、割とその自分の自動車で運転してお金をもらうというのがプラスであると考える人が結構多いですよ。作用者で暇な時間にやる分にはお小遣い稼げたらいいでしょっていう形でやるので、なのでライドシェアって結構いろんな国で広まってるので、まあ広めた方が安全なんじゃないのって思うんですけど、ただ日本の場合はその仕組みを変えるというのを嫌がるので、なのでその、 ライドシェアを解禁するのなく、80歳の人で運転させるってことにした。